フェイクを入れる、ね、この人もスリーが打てますが、もう田村アタック、およく決めました、来ませんでした。いい今度は島谷リードを持っていく、そしてショーンロング、リバウンドタップイン、フローリングです。島谷の寄せが早い、おやってきてる、ラシャン・トーマスダブルチーム、ヘルプサイド小林一人飛ばした、自分で行ったフローター、落ち着いています。いい判断でしたね、ラモスにボールを集めて攻撃を展開するシーンが何度も見られました。今度はコテラゴリゴリ来たか、ラモスのブロックショット、コテラフローリング、自分で行った、ワンハンドダンク、ボール回しでした。まあそこまでボールが落ちている中でフローリング選手が走っているのが、このモータム選手の通年ゲームをもう少し、利用できると、はい、ここですね、このクローズアップシチュエーションですね、はい、フローターです、はい。さあ3クォーターが始まりました。北海道は寺園、松下、ロング、モータム、ドワイト・ラモスです。寺園のスピードでいった、バスケットカウント、いいドライブでしたね、はい、リバウンド守りました、はい、北海道です。ショーン・ロング走ってる、はい、ショーン・ロング、さらには左コーナー、モータムいる、ロングがいった、バスケットカウント、と流れを引き寄せたのは北海道です。ホーム残り2試合、片岡よく決まりました、いいですね、片岡正春ソルジャー、その差を縮められるか、いい、ね、青木ネイサンブー、スリーポイント来た、来ましたね、これが3本目のスリー、ネイサンブース、ブースは3クォーターだけで10ポイントの活躍でした、はい、さあラショーン・トーマス、バーレルと入っています、おー、ナイス、ここはバーレルだ、フォースハンド、はい、ナイスプレーでしたね、小林とのマッチアップ、大学の先輩後輩、ラモスのスリーはどうだ、う、決めました、いい、ね、見応え抜群のワンオンワンです、バーレル、いい、そして青木、自分で行ったミドル決めた、バスケットカウント、松下、はい、まあ、こういった重要な時間帯で誰がステップアップするかですよね、片岡ソルジャーはミスした、バーレルキャプテン決めました、おっと、ここはミスマッチになっている、ただ2人ダブルチームで来た、ラモス打てない、寄せが速い田中、その上を越えていった、ラモス、テラソの時間を使う、フローリング、テラソに戻した、テラソの3来た、80ポイントに乗せました、最後はラショーン・トーマス攻める、3ポイントはどうか、決まりました、最後決めた、片岡ソルジャー最後決め切りました、はい、